おはようございます。おはようございます。はい。今日は大学。はい。よろしくお願いします。はい。お久しぶりです。今まあモミジってこういう風に伸びてると思うんですけど、はい、それのまず剪定と植え替えですよね。で種類からいきたいと思うんですけど、うん、これが琴姫でこういう風にぐちゃぐちゃっと密集して葉っぱが出るんですよね。結構獅子頭と間違える人とかは結構いるんですけど、はいはい、とは違いますね。でこっちが普通の山モミジ。山モミジ。うん。でこっちが獅子頭です。獅子頭、うん、これが出生女もみじですね。はい、はい、これはお祭りでも売ってたんですか、この辺の種類は。獅子頭は売ってたんですけど、初日に中国人の方が全部買っちゃったらしいです。出生女も売ってましたね、うん、ただ、うん、このサイズのポットは結構初日に結構お客さんがわーって買っちゃったんで、うんうん、結構なかったかもしれないですね、ちょっとね、はい。じゃあまず山もみじからやっていきたいと思うんですけど、はい、この枝がパッと見長いですよね、葉っぱがね、うん、でこれを取っていきたいと思うんですけど、これを元で取っちゃうと葉っぱがやっぱ全部なくなって寂しいんですよね。でこの節から新しいのは多分出てくると思うんですけど、ちょっと可能性がちょっとまだわからないんで、ここで取りたいと思います。でそうするとここの節から新たに出てくると思うんで、これはここで飾るための剪定ってことでいいのかな。そうですね、将来的にも要はこの素材で買ってきたものをどういう風にすれば豆盆栽になっていくかってことですね。モミジの場合節から出てくるので、はい、これ今切っちゃったんですけど、ここの間に節がないんですよね。なんでそうするとここの間から出てこないんで、うんうん、ってなるとそこを残してても意味ないんで、いつまで経っても長いまんまなんで、恐れず切るという。だこれもここからガツッと、そうするとこの下の方から出てくるんで、そしたらまたこういうので切り戻してという感じです、ね、この間延びさせないためには目切りがやっぱ大事なんですか。目切りと本当は早い段階で目摘み、目を取っちゃう方がいいんですけど、うん、まあどうしてもずっと見てられないん で、 で、ね、伸びきっちゃった場合はやっぱもう切っちゃうしかないと。切り戻すと、はい、で、はい、葉が硬くなったら剥がりをかけます、うんうん、もうかけても平気なやつもありますので、はい、でこれはまあこんな感じですよね。で今度獅子頭なんですけど、これはもうわけわかんないですね。だからどうしようもできないんで、まずまあ伸びてるところはずっと伸びちゃうんで、これはもうで元は一回出してあげて、でこれは植え替えないです。ちょっと剪定だけします、うん、これは何でですか。ちょっと弱い種類なので、うんうん、下手に植え替えないで、もうちょっと太らしてから植え替えた方が安全ですよね。でこれ苔元ついてると、このままだと日が当たらなくてここだけ細くなっちゃうんで、苔は外します、はい、で土はちょっとなくなっちゃったんで今入れましたけど、これはもうしょうがないですね。これで肥料やって置いとくって感じですね、うん、剪定も上のとこだけか、上のとこだけ伸びたとこだけ切り戻すって形ですね。獅子頭結構大事めに、あんまり無茶しない感じ、無茶しない方がいいかもしれないですね。ちょっともうちょっとしっかりしてきたら根っこがっていう感じですね、うんうん、まあ、肥料と消毒だけ。それは何ですか。これはオルトラ。オルトラ、うん、アブラムシとか結構いろんなものに万能に効くやつですね。うちは消毒これがほとんどですね。じゃあ次は出生状、出生状、出生状は出た新芽が赤い、新芽が赤いです、真っ赤で、紅葉も赤くなって落ちます、うん、全然関係ないんですけど、はい、うちの母親が大河くん可愛いって言ってました。そうですか、はい、あ、そうですか、はい、先日来て、あ、そうですか、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお伝えください。で、これこの枝が伸びてるじゃないですか、うん、で、これ後ろ方見るとあれなんですけど、これがどれだ、ここの枝か、うん、この強い伸びてる枝なんですよ、はいはいはい、取れますかね、はい、で、その下に枝があるの分かりますかね、うん、で、ここでもう葉っぱが出てるんでこの枝いらないと思うんで、元のところで取っちゃった方がいいなと思います。とは取るとこないかな。とりあえずは多分これで、でこれはちょっと植え替えようと思うんで、これはちょっとほぐしていこうと思います、はい、今の時期あんまり無茶すると枯れてしまうので、葉っぱもまだちょっとね柔らかいですので、ちょっと本当に根っこを表面ほぐす程度。無茶っていうのは根の処理ってこと。根の処理ですね、うん、ガチガチにやっちゃうと良くないんで、本当に洗う時も揉み洗う程度で、はい、はい、甘いとこほぐってで、これも植え替えるんで一緒にやっちゃいますかね。これですよね。これが問題はこれですよね。どうすればいいのかわからない。そうですよね。まあこのまんま植えちゃう人も中にはいるのかもしれないですけど、うちはまあ豆盆栽なんでちっちゃくしますよね。はいはい、段階をね。で下からこういうふうに枝が出てますから、うん、枝でやっぱり盆栽風なんで作っていくんで、盆栽なんでね。なんでこの上は切っちゃいます。
で上はこれは挿し切り後でしょ。で上はもう挿すんで、はい、これはもうだいぶ深いんでちょっと無茶しても、そうです ね、あの数が減ったから根っこも切れると、うん、もう伸びたらどんどん増やせるんですね。そうですね。でどこ切ってもほらああいう感じなんで葉っぱがね一周して出るから、うん、多分あんまり恐れず切れるかなと思って、根っこはどうなってるかってこんなになってました、はい、ここまで植わってたねここちょっと棒ですね棒だね。まあ将来的にかまして成長すればあれなのかな、切っちゃいます、うん、曲がりも難しいです。はい、切りました。ちょっと残念な、まっすぐだね、本当に、うん、まっすぐ。これだと棒なんでちょっと豆にはならないので、一回土鉢に植えてちょっと元気出たら取り木をしようかなというふうに思います。仕立てるはずだったけど、はい、ちょっとね、やっぱポットに入っていると状況がわからないんで棒すぎると、棒すぎるとここまで埋まってましたからね、これはかっこよくなると思ったらとんでもないことになってしまったという、ね、じゃあまあ、これは取り木、これは取り木、これは豆鉢に植える、これは、はい、豆鉢に今からはい、この枝がね多分いらないと思うんで、ちょっと、はい、ちょっと取っちゃいます。こっちはやっぱ赤いからね、赤いから黒系が、あと白も結構合うんですよね。ちょっと大きいですね、ちょっと大きいか。この辺はやっぱセンスですか。そうですね、感覚、自分は感覚ですけど、なんかちょっと大きいかなって思いますけど、でも出生所自体葉っぱが大きいですし、あれですよね、ちっちゃくあんま作るっていうものじゃないんですよね、そういう種類だから、あんまりキツキツにしない方がいいか。やっぱり黒のちょっと大きいんですけど、大きさが見えないんですね。あ、そうですね。触るしかないと。はい。はい、うん、このぐらい。って感じですね。大きくはないですね。大きくはないね。こっち前、これちょっと後ろの枝が長いんで、はい、ちょっとこれ取ります。はい。はい、じゃあ植えます。はい。で、植えるのはいつも通り。あ、これ原さんの鉢です。これもそうなんだ。これも、はい、そうだ、原さんの鉢です。ガンついて、原さんの鉢がお祭りで結構売れたそうで、そうですね、月のやつが良かったんですよね、富士山のやつ、うん、まあ、ちょうどいいですよ ね、ちっちゃいし、そうですよね、知ってる鉢っていうことで ね鉢だったらね、ほら植えなくても飾っておくだけでもね、うん、腐るわけじゃないし、ついでにちょっと土鉢も、ターゴはモミジは何が好きなの？モミジは自分もアカネ好きですね。アカネ、で少女は目出しはやっぱすごく綺麗なんですけど、うん、紅葉があんまりね好きじゃないですよね綺麗にあんまりしないんですよね、うん、で目出しはすごく綺麗ですよ、真っ赤で、ね、真っ赤で綺麗ですけど、アカネはずっとあの綺麗な状態なんで、やっぱアカネは綺麗ですよ。アカネに似てるので、うん、カツラってのもありますけど、カツラモミジってのもありますけど、やっぱアカネの方が、アカネも売れたそうで、アカネも売れましたね。だって僕桃樹園にいたけど、桃樹園でもアカネありますかって、うん、あ、そうですか、結構聞いたよ。完売？完売はしてない？いや、完売させちゃうとほら来年の分とかなくなっちゃうから抑えたんだ。抑えてます。あ、またね、大野さんで買ってくださいと。そうそうそう、今年も刺しますんで、うん、血頭もいいしね、血頭がいいですね、豆とかにするならね、ね、ただほら刺し木ができる、でも今年ついたっぽいんですよね、刺し木、うん、血頭で少女の方がでもメジャーだよね、茜よりね。そうですね、名前的にメジャーですよね、うん、はい、できました、はい、これはさあこっちは、はい、いいですか、そのまま、はい、入れちゃって、土鉢に入れて、土鉢に、はい、入れちゃいます。取り木もかけると、うん、今日はかけないですけどね。今日かけないの、うん、かけて今日もかけますか、この後取り木、取り木じゃない方がいい、植え替え直後は、そうですね、あのポットのまんまやっといた方がよかった、うん、もうほどかないとあの根っこの状態わからないから、どっちにしろ
ちょっと落ち着かせてからやった方が、まあ、安全は安全。安全。ちょっとまた次回、はい、取り木。そういえば、僕、五葉松の取り木ついたんですよ。あの根が出てきたんですよ、1年で。すごいね。うん。元気いいと出るんだよ。元気いいんですかね。うちあんまかけないですよね。四季が多いですよね。うん、だから。それだ。言っちゃうからね。そういうことだ。しました。コケ貼ります？これだけ貼ろうか。それだけ。うん。はい。できた。はい、できました。というわけで。というわけで。完成しました。はい。もみじの植え替えと剪定の仕方でしたね。はい。あの状態で買ってきたのをどういうふうにするか。はい、っていう。動画でしたね。これも別に植え替えてもいいんだよね。平気ですよ。元がいいんで、もう植え切ったけど、うん、植え替えて全然平気。ただほら、新芽がまだ柔らかいから、あんまちょっと無茶でできないかなっていう。なるほど。根っこね。これはちょっと我慢。我慢。で、これは。これは今度後日取り木と。はい。で、これはこういう風に作れますよ。はい、作れますよと。植え替えましたよと。なるほど。はい、で、購入したら、こんな感じで作ってみてはいかがですか。そうかと、はい、はい、で5月の20最終土日、最終土日、うん、27、28に富士の 1、はい、でこういうのも売るんですか。獅子頭は売らないけど山もみじとか売りますよ ね。で少女も出るかな。でそこで買えますので、買えますと、はいはい、あとは上のグリーンクラブにはこのサイズないかあ、これギリギリですかね。いや時期か、時期もう無理かな。今ここから先、ここから先無理ですかね、うん、夏だと豆の水がちょっと他と違うからってことですよね。そうですね、うん、枯れる可能性があるので、ポット苗の大きい方あるじゃないですか、うん、はい、これこっちね、うん、これちっちゃい方なんですけど、はい、こっちのはあの持ってきますけどね、うん、こっちはちょっときついんですよ。わかります。まあそういうところでゲットして、はい、こんな感じで作ってみてはいかがでしょうか。いかがでしょうかと、はい、ということです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ササ？ササ、ササ、こういうササとか、まあ符がなくてもいいんですけど、ササを買った お客様は今こういうふうに出てますね。ピューって、ピューって、ピューって。これ抜いてください。こうやって。その細いやつですか。そうそう。てっぺんのこれ。ふって、ほうほう。全部出てたら、これね、どんどん上に伸びますよね。だから、これを高さを抑える。そうですね。高さを抑えるのと、これ抜くとこの脇からちっちゃいの出ますから。うん、なるほど。これ抜かないとなかなか増えないんですよ。これ抜くと抜かないとでは増える速度が全然違う。なるほど。いっぱい増えると密集しますし、分けるときも楽ですから、はい、これ豆知識です。これで普通業者さんだと切っちゃいます、うんうん、でもそれじゃ悲しいじゃないですか一回、ね、ずっと見ていた人は抜きます。うちも結構一年中売ってるので、うんうん、切るときは真夏は切っちゃいますけど今の時期は抜きます。あれ刺さって切るの真夏でしたっけ。夏に切るんでしたっけ。うん、そうですね、うん、あの大体ね、大体真夏って言ってももうちょっと後ですけどね、こう出てきたやつはみんな抜く、うん、抜く豆知識です。豆知識でした。はい、終わり終わり、ありがとうございます